ありがとうございいまます。す。愛しています末娘が初めて小学校に行って帰ってきたとき私はどうだったと聞きました娘はよかったよと答えましたところが翌朝学校のために起こすと娘は腕組みをしてきっぱりこう言ったのですもう学校には行ったもん どうやら私は娘を備えさせていなかったようです。つまり学校に行くことは一度きりのことではなく、これから何年も何年も毎週5日間学校に行くことを説明していなかったのです。備えるという原則について考えながら、次の光景を一緒に思い浮かべてみてください。 あなたは神殿の日の境にの日部屋にいますするとこの世と永遠にわたる結婚のために順番を待つ大勢の花嫁と花婿が部屋の中や外へと案内されていることに気づきます花嫁は愛する人と手をつなぎ日の栄えの部屋に入ってきます簡素ながらも美しい神殿のドレス穏やかで優しい微笑みきちんとした着こなしで目障りではありません彼女は部屋の中を見回すと感極まって涙を流します 今自分がいる場所そして最愛の人と望む神聖な儀式に対する畏敬の念から涙がこみ上げてきたのですその様子から次の心境が伺えます今日主の宮に来て準備のできた状態で愛する永遠の伴侶と永遠の道を歩み始められることに本当に感謝しているわ 彼女は結婚式だけでなくそれ以外のことのためにも備えていることがわかります我が家の10代の可愛い孫娘がある日私の枕元にメモを残していきましたそこには「こうありました神殿に入って強く感じたことは神殿にとどまる穏やかで愛あふれる御霊でした人は霊感を受けるために神殿に行くことができるのね」 孫娘の言う通りです神殿では霊感や啓示そして人生の逆境に立ち向かう力を得ることができます自分の家族ネームを持参して定期的に神殿のバプテスマと確認に携わりながら孫娘が学んでいる事柄は彼女自身と幕の向こう側の人々をさらなる神殿の儀式と制約そして祝福に備えることでしょう ラッセル・エム・ネルソン長老はこう教えています神殿が人々のために備えられているように人々も神殿のために自分を備える必要があるモルモン書の中で司令官モロナイについて読み次のことを再認識しましたすなわちモロナイの最大の功績の一つはレーマン人の軍隊に抵抗できるようにファイ人を入念に備えさせたことです このように書かれています見よレーマン人が全く驚いたことに、ニーファイ人はこれまで全く知られていなかった方法で、レーマン人に対する備えをしていた。私が特に注目したのは、全く知られていなかった方法で備えをしていたという言葉です。 神聖な神殿の祝福を受けるためにどうしたらもっとよく備えられるでしょう主はさらにまた私は全てのことに関して規範を与えようと教えられましたよく備える上で助けとなる霊的な規範について考えてみましょう敵に対するも内の備えには一貫とした忠実な勤勉さが必要でした霊的な規範も同じです 救い主が語られた5人の資料深い乙女と5人の資料が浅い乙女の素晴らしい例えは飽きることがありませんこれは救い主の再臨に備えることについて述べていますが神殿の祝福に備えることにも当てはまりますよく備えている人にとって神殿の祝福は例のご馳走となるのですマタイ25章にはこうありますそこで天国は10人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を迎えに出ていくのに似ている その中の5人は資料が浅く5人は資料深いものであった資料深い者たちは自分たちの明かりと一緒に入れ物の中に油を用意していた花婿の来るのが遅れたので彼らは皆居眠りをして寝てしまった。 夜中に「さあ花婿こと迎えに出なさい」と呼ぶ声がしたその時乙女たちは皆起きてそれぞれ明かりを整えたところが資料の浅い女たちが資料深い女たちに言ったあなた方の油を私たちに分けてください私たちの明かりが消えかかっていますからすると資料深い女たちは答えて言ったあなた方とに足りるだけは多分ないでしょう店に行ってあなた方の分をお買いになる方が良いでしょう 彼らががいいにに出ているうちに花婿がついたそこで用いのできていた女たちは花婿と一緒に公園の部屋に入りそして戸が閉められた他の乙女たちも来てご主人様ご主人様どうぞ開けてくださいと言ったしかし彼は答えてはっきり言うがあなた方は私を知らないと言った。 特に優しい心の人でこの資料が浅い若い女性を気の毒に思わない人はいないと思います中にはみんなが幸せになれるように分けてあげられないのと言いたい人もいるでしょうでも考えてみてくださいこれは救い主が語られたお話です主が5人を資料深い者そして5人を資料が浅い者と呼ばれたのです これを神殿への備えの規範として考えるとき、霊的な備えの油は分かち合うことができないと教えた町実の預言者の言葉について考えてください。スペンサーダブル・キンボール大館長は5人の資料深い若い女性が5人の資料が赤い若い女性に油を分けられなかった理由を明確にしています。 生産会に出席することで年月をかけて一滴ずつ私たちのランプに油が加えられます断食家族の祈りホームティーチング肉体の欲求を抑えること福音をべ伝えること成分研究これら一つ一つが従順 従順の行いが私たちの中に加えられる一滴なのです親切な行い十分の一度献金思いや行動の清さこういったことも油を貯めることになり夜中に消えかかるランプに油を補給できるのです自分自身や他の人のために神聖な儀式を受ける備えにおいてさらに勤勉になるにはどうすればよいか考えるときに助けとなる一滴ずつという備えの規範を理解することができますか 備えのランプに貴重な霊の一滴を加えるために、私たちが行える小さな簡単なことは他にどのようなことがあるでしょうか。リチャード・ジスコット・長老はこう教えています。個人的なふさわしさは神殿の祝福を享受するために不可欠です。ふさわしい人格は主の教えを基いとする一貫した正しい選択を行ってきた人生によって最良の形で形成されます。 私は一貫したという言葉が好きですこれは安定していて絶え間なく続き信頼できるということですふさわしさの原則を何とよく説明していることでしょう聖書辞典には新生さにおいて神殿に匹敵できるのは家庭のみであると書かれています私たちの住まいはそれに当てはまるでしょうか先日ワードのある若い女性が我が家に来ました彼女のお兄さんが電動から帰ったばかりだったのでそれについて尋ねました彼女は とても嬉しいけれど、時々、かけている音楽の音量を下げてもらえないかと頼まれるのと言いました。彼女はこう言いました。しかも悪い音楽じゃないんですよ。時々自分を吟味して家庭が御霊を感じるために備えられているかを確認するのも価値があるかもしれません。家庭が御霊のとどまる場所となるよう備えるなら、主の宮に入るときにより心休まる気持ちを感じられるでしょう。 ふさわしい状態で神殿に参入する準備をし、制約に忠実であるとき、主は多くの祝福を注いでくださいます、最近、私の良き友人のオスカーソン姉妹は、聖句の語順を逆にして、多く求められるものにはさらに多く与えられると言いました、全くその通りです、神殿に行くのは永遠の祝福を受けるためですから、高い標準が求められることは決して不思議なことではありません。 ネルソン長老はこう教えています神殿は主の宮ですから参入の標準は主が定められます神殿に参入する人は主の貧客として参入します神殿推薦状を持つことは実に貴重な特権であり神とその預言者たちへの従順を示す目に見える印でもあるのです 世界一流のスポーツ選手や博士課程の学生は何時間も何日も何週間も果ては何年もかけて備えます頂点に立つには日々の備えの一滴が欠かせません同じように日の境の王国に省営する資格を得たい人はより高い従順の標準を守って生活するよう求められるのです 一貫して勤勉に小さな簡単なことをしながら霊的なランプに1滴ずつ油を加える時思いがけない備えで私たちのランプを切り揃えて火をともすことができますステーク会長である私の夫は神殿に参入する備えができていてふさわしい人をほとんどの場合見分けることができると言っていました。 そのような人は神殿をを求めて来るにに部屋に明かかりを灯すすらですカートランド神殿の封建の祈りで預言者ジョセフ・スミスは主にこう嘆願しました「主の宮の敷居を越えて入ってくるすべてのものがあなたの力を感じ彼らがあなたに会って成長し精霊の全きを受けすべての必要なものを得るために備えられますように」。 神殿に行くことが私たちにとって一度だけの行事ではなくそれ以上のものとなりますように救いの儀式をふさわしい状態で受けるために一滴ずつ自らを備え関連する制約を心から守ることができますようにそうするときに家庭でも個人の生活でも精霊のまったきと主の力という祝福を受けるにふさわしくなることを知っていますイエス・キリストの皆により。 Amen.